とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー攻略、やっていってます。もちろん、初見ですね。次は16階から30階まで、行きたいと思います。1階から15階の動画もありますので、そちらもチェックをお願いします。とにかく難しい。やばいぐらい、難易度が高いです。刀、ようやく武器が変わったな。チェーンがなんか多めについてるね。弱体化がいいような気もするんだけどね。ちょっと敵が本当に強いので、弱体化アイテムボーナスでいきます。はい。で、危なそうならば、チェーンも入れて、ちょっと注意しながら行くかな。他はいらないね。どこに出る？そっちか。あー、はいはい、おいおいおい、ちょっと待って。クリーパー来るもったい。おーい。ここきついって。あ、でも、もう刀があればある程度、距離でも戦っていけそうな気はしますね。でもまあ、とりあえず安全にまずは処理させてもらおう。おい、ちょっとクリーパー多いって。よし、 OK、 ナイス、ミスター。おー、結構いるな。やばいやばい。うー、終わりだね。箱があるね、あ、箱がある確か。うんうん、前回もここは箱があったもんね。そこそこ矢はあるので、矢を打ちながらよかった。ああ、今俺全然あれだな愛のメダル使ってなかったな。使っていかなきゃ。武器はさっき変えたばっかりなので、もう刀でいきます。弓もそのままでいいね。うん。あー、ボーナスショット入れる？ボーナスショットちょっと入れていきましょう。うわー、めんどくせえステージが本当に多い。今回やだな、ほんと。よし。キノコは出るのかな、今回。危ない、やべえやべえやべえ。うわー、ちょっと待って、ひどい。敵の感じがもう本当にここひどい。よし、でももうある程度倒したし、 OK、 あとは上にいるだけ。え、どこ？ああ、ここもなんか壁になんかヒントが書いてあるとかそういうんだったらいいけどね。これランダムでしょ今回の。これってやいっ、よし、上は愛のメダルでなんとかなるでしょう。ん、いけ、終わりか。よっしゃ、17回クリア。嫌なやつら多い。うん、いらないね。で、あ、ここか。シュッカーいない。あ、いるね。よし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 。ちょっと待って待って待って、ひどいって。ひでえ敵の感じが。これ今回あんまクリアさせる気がないでしょ運営さん。やっば、あぶねえ。これマジで今回超本気で包み込んでるやん。
やばすぎる。よし。どうどう、もうちょい。マグマ球このままいるみたい。よし。敵が多い。でも弱体化入れてこれは正解だったね。弱体化がないとちょっと火ダメきつかった。あー欲しい剣もいいけどね。あー古具か。あ釣り竿もある。でもこの武器じゃ使えないんだよな。釣り竿がいいような気がする。釣り竿持っていきます。うん、今の武器じゃちょっと使えないんだけども、次取る武器で使えばいいからね。いやでもなかったらそれが意味ないわ。うん、なかったら意味がないので、もうおとなしくこれ使います。よし、なんだユニークか。あーならばもうこれは反逆者でいいじゃない。うん、あーいやー弓でもよかったかな、ハープでよかったか。まあいい、とりあえず初見はこんな感じですよ。リフレッシュいいね。うん、耐久力ちょっと高めでいこうか。ああ、耐久力高めでいきます。 OK。 なんだ、痛い痛い痛いか。おーい、はい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 、なるほどね。なかなかきついよ。本当にふざけるなよっていうぐらいきついぞ。とりあえず1体倒してしまえればなんとかなる。いけ、よし、うん、1体倒せればいけるよ。おお、あそうか、今進んでるか。いけ、当たれ、くらえくらえくらえ、よし、いけ。うわー、なかなか嫌な敵。あー、まあそのままでいいや。両刃物じゃなくてよかったね。いやでもここで結構必要になるかも。いけ、もうここもひどい。トライデント食らうとまずやばいだろうしね。やばい、食らうぞ食らうぞ、あぶねえ、息ができない、息をさせてください。よし、問題なし、21回クリアです。いやー長いな長いな、前回の18回が懐かしい。あー呪いの斧で、ゴーレムキットもある。あーいやもう呪いの斧で間違いないでしょこれね。でさっきと同じような演者セットでいけるんで、うん、2でいいかな。 OK。あーここね、はいはい。でもほんと愛のメダル様々だよ。うん、あれがあるからこそ結構楽にいけてるけど、愛のメダルはねほんと今回結構役に立つ。あーここゾンビだらけのとこなんで問題ないわ。うん、ブラック仕掛けもそろそろ変えたいところかな。その火力が足りなくなってきたか。
OK。矢は今回結構ね、あるね。今回は結構あるんで、矢の復活の心配はなさそう。うん、箱も意外とあったしね。3つぐらいあったかな。2つか。パワーシェイカー。だろうね。パワーシェイカーを、ブラストだけそろそろ攻撃力が足らないので、これでいきます。何が出てくる？あっぶね、ちょっとこっち来んなって。もう。クリーパーそういうとこあるよね。おぉ、あいつら。よし、オッケー。いける。あー、そこ嫌なやつ。まずこっちだな。よし。オッケー。いけ。任せた。終わりか。よし、23回クリア。いらないっしょ。スピンブレードもまあいらないね。あ、ここも箱がある。ラッキー。箱が多めだ今回は。ほんとおーい、倒せるね。オッケー。キーパー処理結構重要だから、簡単に倒してくれれば嬉しい。よし、いいよ。おー、マジか。マジか、マジか。すっげえ数だな。どうしたこれ。おーい、すげえすげえすげえ、ここマジで敵がやばい。本当に何この数、なんだこの数は。よし、オッケー。待って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 、数がえぐいってば。この数異常でしょ。ここはすごいってばよ。よし、あと3体ね。ひどっ。24階の敵の数ひどい。いらんかな。うん、いい、そのまま行きます。うわー、あんまりやりたくないステージですね。はい、行きましょう。どんなやつが来る。変なの来んなよ。嫌な場所だな。よし、でも矢はたくさんあるからね、とりあえずはやっていけそうだな。ハープにしてもよかったのかもしれない。いやでも、いや、棒があれでいいよ。まあ感じた、本当にやっぱ速度付きがね、本当に嬉しいんで、取ってよかった。悔いはない。25回クリア。あー、でこれか、変えよう。そろそろ火力も足りなくなりつつあったんで、いいっすね。火力だけにする。うん、テンポテストもいいかなと思うけども、これでいく。この武器でちょっと壁使えないな。危ない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 。クリーパーも出るんかい。任せたよお前たち。クリー
ーパー処理とかを頼む。おーい、いるんかい、それがいるのか。ちょっと待て、きついきついきつい、すっごい本当にちょっと待って、エンチャンターなんとかして。よし、すげえな、とんでもない、本当にとんでもねえ場所だ。よっしゃ、行け、終わり、まだ町田の HP ゲージがなんかすごい気になるけど、終わり。はい、26回クリア。あれ、影だいぶ HP 上がるね。ボーンクラブだ、ここは。ボーンクラブの、火力特化するか。フレッシュの、まあ、ゾンビが多く出てくると仮定しての強打でいきます。いいね。じゃあボスがねゾンビ系だったらもう最高だね。いけ、よっしゃ、おい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 、ちゃんと戦ってくれて、減るな、結構減るな。よしよしよし、いけ、これ敵が多いし、何この数、本当に数が多いって、敵の数異常でしょ。よし、 OK。 あー、そうかそうか、近接で戦っていけばリフレッシュが効いてくるか。あ、そうね、 OKOK、 リフレッシュでいけば問題ないわ。あ、で矢もたくさんあるし、まあクリアはできそうだね。今回は結構矢があるんでクリアは大丈夫そうで、この装備だったら別にパワーシェイカーからチェンジしてもいいか。アーティファクトなんか変えても良さそうですね。でも8じゃない。あー、釣り竿を持ってくれば、ソーブレードとかも使えたね。いい、そのまま行きます。あー、で、ここ。28階がここか。珍しいな。で、29階が商人の30階ボス。となりますね。え？なるほど。なるほどね。感じ。よっしゃ、でまだ来る、こちらは来ないね、下に出ないなら OK。 よっしゃ、 OK、 すげえな、 OK、 うん、まあリフレッシュいい感じ、終わり。まだまだいんの？下か。あ、ネクロがいるんですね。あ、いないんかい。28回クリア。よし、なんとかボスまで来れましたね。では、なるほどね。いや、いいかな？うん。ステイで、で、ここを、いや、ボス次第だな。きついやつだったら、防具上げたらいいし、そうでもないなら、これで特攻していっても良さそう。まあ、初見だから、これが間違いないっすかね。うん。演者は、どうすっかな。
クリさんの2ぐらいにしとくか。はい、では行きましょう。ボスは何が来る。お前か。危ない危ない危ない。どう？火力は高いか今回は。どうだろう。あ、でも全然倒せる。全然いけるわ。うわ、嫌なやつ。おーい、結構減るぞ。結構減る結構減る。いけるな、いけるな。よし、え、ダメなのこいつら。あ、ダメだったか。よし、オッケー。削りきれない、まだ。よし、あー、きついな。よし、いけた。30回初見で全部いけました。いや、今回のタワーね、きつい、本当にきつい、地獄のような難易度でしたね。では報酬見てみましょう。これ周回はきついぞ。あー、ボーンヘッドハンマー出るよね。これ意外と出やすい装備なんだよね。爆発にいりません、リフレッシュにいりません、豪華もいらない。はい、ということで、今日はタワーの初見攻略やっていきました。30回と結構長いですし、めんどくさいステージが多い、そして敵が強い、なかなか難しいです。皆さんも気合を入れてやってみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。